この素晴らしい世界に祝福を。ファンタスティックデイズ。お客様、落ち着けシエロ、とにかくこの手袋を触らないで。ゲホー、ごめんなさい。気にしないでシエロちゃん、歌詞の入ったエリーストレート、ありがとうございます。本日の握手会はここまで。またのお越しを。またやっちゃいました。シエロ、元気出して。ほら、ファンの人も気にしないでって言ってたじゃないか。そうよ、目を覚ました後すっごい喜んで帰って行ったし。でも殴っちゃったのは事実だから、みんなにすごく迷惑かけちゃって、はあ、シエロ相当落ち込んでるな。でも男性恐怖症なんてそう簡単に治るものじゃ。私に心当たりがあるわ。あるのかよ。で、その心当たりってのは。東の荒野に変わった大魔法使いが現れたらしいの。冒険者の話だと、そいつドキドキさせる魔法を使うんだって。話が見えないんだけど、ドキドキさせることと男性恐怖症の何が関係あるのかな。もう鈍いわね。ドキドキさせるってことは、魔法にかかった人は恋する乙女に変わっちゃうってことでしょ。例えばシエロがカズマに恋したら、手を握られても平気じゃない。そういうことよ。カズマさんと？ドキドキ。そんなの好きになってみないとわからないよ。なんだよ、ドキドキさせやがって。待って、今俺恋する乙女みたいになってたかも。まあ否定しないってことは、恋する乙女になると男性恐怖症も変わる可能性があるってことよね。試す価値はあるわ。まあクエストに行くのは悪くないだろう。魔法の効力はともかく気分転換にはなるだろうし。うん、僕大魔法使いのクエストに行ってみたいです。二人にもカズマさんにも迷惑かけっぱなしだし、恐怖症を治せるかもしれないから。はあ、俺も行くよ。踊り子の活動を支えるのがプロデューサーだもんな。決まりね。大魔法使いに魔法をかけてもらいに出発よ。不安だ、果てしなく不安だ。のことがいつもと違って見えるとか。カズマ、どうした？そんな声出して。まさかいつも以上にカズマさんが素敵に見。別にいつもと変わらないわ。
おい、なにカズマ、期待しちゃった。でもそれだけ私が可愛くなっちゃったってことよね。ねえ、やだやだ、男の子をたぶらかしちゃうなんて。エリカちゃんの可愛いパワー炸裂ね。いやー、落ち着いてエリカちゃん、誰もそんなこと言ってないよ。なんかすっごい、私今輝いてるって感じだわ。もっとよく見て、私すっごく可愛くなってるでしょ。いつにも増して元気だね。うん、これも魔法の効力なのか。しまった、クエスト中だってことすっかり忘れてた。これ以上は危険だ、討伐するぞ。シエロ、大丈夫か？はい、なんともないです。でもそのカズマさんを見てるとドキドキして熱くなって。シエロ、はあ、潤んだ瞳、妙に顔が赤くて息も上がっている。もしかしてエリカの言う通り恋する乙女に。本当に大丈夫か？なんだか息が荒いようだが。気にしないで、本当に大丈夫だから。いけない、敵の攻撃を受けたばかりだよ。こんな時ぐらい俺を頼ってくれ。よければ手を貸し。まだ触ってないのに。いやふげすごい見事なコンビネーション。見てないで助かるわ。いやダメ。カズマ。ねえねえリア、カズマばかり見てないで、エリカちゃんも見て。どうしたんだエリカも、いつもより興奮気味で。ん？興奮？そうか、ドキドキさせる魔法とは恋をさせるんじゃなく相手を興奮状態にさせる魔法ということだったのか。なんだよその苦しいオチは。ピクハー、シエロもうよせ、いい加減落ち着いて。ねえねえ、シエロじゃなくて私を見てよ。この角度とか、この角度とか、この角度から見たら私可愛くない？エリカも落ち着いて、今はそんなことしてる場合じゃ。クエストなんか来るんじゃなかった。